咲かせましょう。ド派手な花を咲かせましょう。それはくだらないことだけど大切なこと。頭に花を咲かせましょう。モンシロチョウも飛ばしましょう。それは幸せなこと。それはハッピーな。この番組はご覧の提供でお送りします。みなさんこんにちは。年の瀬ですね。みな、ね、さんいかがお過ごしでしょうか。ミーコ TV 天の声サンタからのプレゼント楽しみにしているミーコ TV 小森です。ラケベです。はい、今回はですね、ミコ TV 事務所からお届けしております。はい、では続きまして、河合さん一押しのイケメンも登場する VTR があるそうなんですけれども、はい、では東近江、はい、観光協会の河合さんからのメッセージです。ご覧ください。はい、こんにちは。こんにちは。スタジオの皆さんお元気でしたか。東近江市観光協会、河合です。清水です。はい、今日は私一人ではなくてね、前回告知させていただきましたイケメン清水と一緒に登場しました。ありがとうございます。そんな風に告知されたんですね。はい、はい、そうですよ。いい、はい、頑張ってくださいね。今日は、はい、ね、PR することいっぱいありますんでね。はい、はい、ではね、まず私からいきますね。太郎坊宮の年越し参りと初詣のお知らせです。こちらの方はね、太郎坊さんという形で馴染みもあるかと思いますが、祥雲の神様として知られております。必勝祈願や商売繁盛などを願う人が多く訪れ、例年で言いますと、年越し参り初詣、含めて約10万人の方が、訪れられます。今はね、夫婦岩なんかパワースポットにもなっておりますのでね、ぜひお越しください。それとですね、もう一つ、豊国神社厄除け大祭のお知らせです。こちらの方は例年もう日が決まっておりましてね、1月の18日から20日までの、今年は日曜日日月火となりますけれども、こちらの方が厄除け大祭として行われます。参道の両脇にはね、たくさんの露店が並び、にぎやかな、こう昔ながらのお祭り風情を楽しんでいただけると思います。いろんなもの出ますんでね、美味しいものいっぱいあります。県内外からもね、多くの参拝者の方が訪れられます。こちらはね、古都地区になります池庄町1518番地の豊国神社になります。はい、私からは2つです。では、はい、清水からは、商家に伝わるひな人形巡りについてご案内させてもらいます。商家に伝わるひな人形巡りは、江戸から平成までの約100組のおひな様を、ご覧いただけます。会場は、東近江市五箇荘の近江商人屋敷を含む合計8会場で開催しております。開催期間は、2月1日から3月29日までです。メインイベントの人間ひな祭りにつきましては、東近江市レインボー大使や地元学生がおひな様に扮しまして、来場者を白酒でおもてなしするというイベントです。今年はですね、2日目の15日の、3人官女と5人林を、公募募集をしておりますので、こちらの締め切りが1月9日までとなっておりますので、詳しくは東近江市のホームページをご覧ください。また今年ですね、商家に伝わるひな人形巡りが20周年記念ということで、記念公演や、ひなの匠による展示、また、俳句大賞などですね、特別なイベントをたくさんご用意しておりますので、ぜひ、おひな様に、会いに来ていただいて、たくさんイベントにもご参加いただけたらと思います。はい、ひな人形巡りはね、楽しみですよね。はい、もう冬のメインイベントになりますので、そうですね、ぜひぜひお越しください。はい、3人間の5人林も募集しておるんですけれどもね、もう一つ募集があります。東近江レインボー大使2015年の、募集をしております。これはね、応募用紙東近江市観光協会にありますのでね、ぜひお問い合わせください。締め切りは1月23日までです。よろしくお願いします。お願いします。
はい、ミコ TV のスタッフの皆さん、今年1年ね、東近江市の取材いっぱい来ていただきましたね。ありがとうございます。いかがでしたかね。東近江市も1年間通していろんな行事をさせていただいております。どこがおすすめでしたかね、どこが楽しんでいただけましたかね。またぜひ聞かせていただきたいです、今後の参考人ね。そうです ね、うん、実はホームページもリニューアルしてまして、そう見ていただいてると思うんですけども、きっと見ていただいてる。そうですね、はい、その辺でもたくさん情報を告知してますので、うん、チェックしてくださいね。そうですね、そこで見ていただいた最新情報もたくさん載ってますので、はい、まあ、ぜひ来ていただくときの参考にしていただいて、またぜひ直接お会いできる日を楽しみにしております。はい、来年もまたよろしくお願いします。お願いします。河合さん、清水さん、ありがとうございます。はい、もういっぱいありましたね。年末年始にいろいろね、行くところが忙しいですね。忙しい。年末もお参りして、はい、年始は初詣、年越し、ま、年越しがあるね。ありましたね、すごいいろいろあるのでね、大変だ。どこから行こうって感じ。順番に順番にね、行かないとダメですね。はい、で、あともう一つ、ひな人形巡りってことですね。はい、こちらのポスターなんですけれども、なんと今回で20回目。うん、すごいですよね。そう、あ、22回になっちゃった。20回目なんですけれども、はい、なんか増田さんが人形ひなにチャレンジされてたらしいですけどね。聞いたことあります、それ。ここら辺で見てみたいな。そんな感じなんですけれども、はい、ね、なんかね、毎年取材陣やアマチュアカメラマンがいっぱい集まられそうです。ね、行ってみたいですね。行ってみたいですね。そう言ってる間にサオリ座ってるんじゃないですか。こうやってかわいい。募集しよう、募集しようかな。ぜひぜひ。ね、今ね、募集されてましたもんね。はい、はい、ひな人形のどれだ、これのね、ここにあるんですけれども、人間ひな絵巻祭りということで、こちらのね、募集されておりますし、はい、レインボー大使もね、募集しておりますので、はい、ぜひね、ちょっとホームページで確認していただいて、募集期限ね、期限に間に合うように応募していただけたらなと思います。はい、私たちもね、機会があったらぜひ ねやりたくないですか。やりたい。こうかな。ぜひね、はい、来てください。はい、このね、巡りも2月1日から3月29日までね、やっております。こちらもね、すごいですよ。いろんなところでいろんなものが飾られますからね。すっごくたくさんあるんですよね。そうなんですよ、びっくりしました。ひな人形ね、最近あずしんち飾ってないので、今年は来年は飾りたいな。はい、感じです。はい、はい、本当にいっぱいありますのでね、初詣も年末年始、はい、忙しくなりますが、はい、はい、ぜひですね、東近江にお越しの際は立ち寄ってみてください。はい、はい、ホームページでね、イベントをホームページのイベントコーナーで載っておりますので、はい、チェックしていただいて、企画して計画で立てていただいて、はい、はい、年末年始、東近江市、はい、近江八幡市、はい、散策の際にね、はい、いろいろイベントがありますので、はい、ぜひお立ち寄りください。お立ち寄りください。はい、ということで、次のコーナーもお楽しみに。勘違い、本当に大事なものはそう多くない。理解したように笑うけど、本当はね、笑った顔インプットして楽しい。
理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの。本当だよ、伝えても意味はないかも。信じないよ。現在近くに君から約38440km の位置、僕の活動限界内で君にたどり着く可能性 0% 詳細 0.00001% 大丈夫大丈夫、ゼロじゃないなら生きていける、わずかな位置あるなら生きている、僕の位置も位置でしかないし、そこで僕も生きている、でも君がくれたわずかな位置で僕と生きてくれるのなら、ね